ベルナルド・ストロッツは17世紀イタリアのバロック絵画の画家である。カプチン・フランシスコ修道会の修道士であったので、イル・カプチーのジェノベーゼや、イル・プレー・テ・ジェノベーゼなどとも呼ばれた。ジェノバで生まれた。ジェノバの画家、コルテに学び、15歳でピエトロ・ソリリの工房に入った。2年後、カプチン修道会に入信して修道士となった。1610年に、 父親が死んだ後、母親と妹を養うために、許しを得て、修道会を離れ、画家として働いた。ジェノバの有力者の支援を受け教会の装飾画などを描くようになった。1630年頃、母親が亡くなった後、カプチン修道会は、修道会に戻るように要請し、ストロッチが拒否すると裁判になり、投獄されることになり、1631年に、 ストロッチは、ジェノバを逃れ、ベネツィアに移った。ベネツィア共和国のドージェ、エディッツォの支援を受け、多くの有力な人物の肖像画を描き名声を得た。1635年に、修道会とも和解した。ありがとうございます。